マリナちゃんが、私がはるか昔結婚したことがあるんですけど、その時に作ってもらったウェディングドレスがあって、ミニ丈のドレスを着てたりして、それをマリナちゃんは読者として見てきたらしい。いつか私みたいなドレスを着たいみたいなと思ってくれて、今回今日を受けてしてたから、ミニ丈のドレスみたいなテンションで最初やってたんだけど、なんか違うっぽい。マリナちゃんどんどん着てみて変わってきてるから、そこから今できることとマリナちゃんのやりたいことをね、あ、ごちゃごちゃに巻き込んでくる段階。マリナちゃん身長の低身長で、で胸が結構大きくて、この二の腕とかが華奢だから、この辺がすっきり空いてる感じとかを選びたいなって思ってます。こういうのいいよね。こういうさ、ここがくびれてて、このライン、V のラインがあるから、このドレス私結構好き。マリナちゃんに着替えたみたいなんで、例えば一度目のかわいい、めっちゃかわいい。いいね、この袖の形。さっきね、この袖を入れたバージョンですね。このバージョンやってたりしたんだけど、結局この辺がすっきりしてる方が、そうです。なんかこういうこうなってるやつとかも相談したら、なんかちっちゃいからあんまりない方がいいかも。身長いくつ？146。ちっちゃい、私よりちっちゃい。なんでここはすっきりしたね。すっごいスタイルよく見える。キュッてしてて、うん、ポップのあのあれで、私が結婚した時の写真で私が作りましたみたいなですよね。リズリサが作って、でもなんか、まあ言ったら自分の意見も出してるわけじゃないですか。出しちゃう。私がミニドレスを作ってもらったのは、リオンのお腹の中にいたリズリサの方たちが、当時はウェディングドレスってこの辺がキュッとしてロングっていうのが主流だったのが、このお腹の膨らみをどうにか隠しながらドレスを作れたらっていうので、手作りで皆さんが作ってくださったのを着たのが、結構その時は衝撃というか、足を出すなんてみたいな。確かに私もすごい衝撃受けて、しかも身長が私より高いんですけど、ミニ売りというか、モデルさんって170ぐらいあるイメージがあって、当時は特にね、ミニマムな人でも可愛いからっていうのもあるんですけど、モデルできるのすごいなっていうのと、まあ普通にファンだったのと、プラスそれでもう結婚発表であんなミニの可愛いドレス着てて、すごいそれが印象残って、私もそこでウェディングドレス作りたいって思ったんですよ。もう中学生ぐらいなんですけど、その時から作りたいって願望があったんで、それ見て思って、でコラボでさせていただいて、その時にその話してデザインしてほしいんですって、もう夢を普通に話したら、こう今回もちろん OK ですよ。で今に至る感じ、すごい夢のような話。マリナちゃんがお話を聞いてたら、だんだん思ったのかな、王妃になりたいのかなみたいな。王妃になりたい。最初プリンセスになりたいのかなと思ったら、多分なんか結構王妃女王様系というか、ゴージャスな感じが好きなんだよね。なのでちょっと今日はデザイナーさんがまだいらっしゃらないので、このまあベースの形はこれで決まったので、ここからもう少しこうデコラティブな、はい、刺繍とかなんか入れてきたいですね。できたいですね。なんかキラキラさせてパリピな感じで、はい、行きたいと、はい、思います。ピカペル可愛いね。パールがこれ、そうですね、パール系可愛い感じ。なんかここにも、こういうの、こういう風にさらに横に広げさせるとか、後ろもなんかデカニゴンじゃないけど、なんか欲しいです。場合によってはさ、レースみたいなさ、レースアップ、はい、この辺の背中とかついても、かわいいかもしれないし、とにかくバーンとしたいよね。バーンと華やかに。
これ同じの着たいってこう現れちゃうんじゃないの。確かにね、マリナちゃんのファンとかでさ、それぐらいのもの作りたいね。でもね、そうですね、本当にすげえみたいなね思われるやつ作りたいですね、うん、かわいい、この辺かわいい、かわいい。アクセつけるとやっぱ違います、ね、全然違うね。やっぱギラギラ系で、やっぱギラギラ系好き。ギラギラ系がこれがだから全体もこのギラギラ感が来たらいいってことだよ ね、はい、いいです、はい、とてもいいです。可愛いです。可愛い花嫁です。マリナちゃん、こちらのお方は、はい、ギラギラの動画にもよく出ていただいてる、うん、セレブのエミさん。出た噂の、 あの名前と写真ポンって出る、はい、私ちょいちょいインスタにあの神田うのさんとかで登場してるんですけど、はい、全部あのエミさんもその界隈の中のセレブ界隈のうのちゃんとはね、もうね20年以上、20年どころかも25年ぐらいの、はい、友達で、はい、でそんなエミさんが今日クラゲつないでくださって、うん、そうです、あの私はね、あのここのねドレスを、うん、それこそうなちゃんのデザインのドレスを結婚式の時に着させていただいて、うん、とっても素敵だったので、うん、マリアちゃんがドレス探しているから、うん、やっぱりクラゲアさんがいいんじゃないかなと思ってご紹介させていただいた、うん、でうのさんのモデルもそう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 、ね、やってらして、つながりが嬉しいです、ここでできるっていう、またこうやってねお会いできてすごく嬉しい、すごい。本当はクラゲアさんはこうオリジナルドレスってやってらっしゃらないんだけれども、はい、特別に今回ご協力いただいて、まあ幸せ者が、いや本当に一生に一度のことだから、でも特別に翼ちゃんのアドバイスのドレスができるということで、いやもう贅沢ですね。クラウディアさん普段やらないし、私も初めてやります。翼さんも関わるってめっちゃもうね、やばいですよ、やばいね。もうでもこれをきっかけに最近ってやっぱ結婚式をしなくてもいいんじゃないかっていう人も増えてきてるから、うんうん、まあそうですね、なんかこういうマリナちゃんと同じドレスが着たいって子が増えたらいいですよね。あ、確かにそうですね。でやっぱりこういう小柄な方が似合うドレスって、うんうん、ね、同じぐらいの身長の方が探してらっしゃるのあると思うし、確かに確かに、うん、じゃあ今日はオリジナルで特別作ってくれるっていうことです。ありがとうございます。楽しみだな、はい。今日もマリナちゃんのウェディングドレスのお手伝いをしに来たんですけど、今日はデザイナーさんも実際に来られてるみたいで、もともとあるドレスの形が結構可愛いのが見つかったみたいで、そこからこうさらに足してったりとかする感じで、今日話し合いどこまでできるかっていうのをやるらしいんですけど、さっきドレス見たらめっちゃ可愛かったんですね。キラキラ、マリナちゃんのね、このドレスの部分にキラキラが入っているものがいいんだし、こう刺繍が施されているのがいいって言ってたんで、これがね先週発表されたばっかりやんだって。この部分とかも取れるらしくて、ノースリーブにもなるんだって。すごいよね、今ってこんなに可愛いんだね、ドレスが。これで白バージョンも作れる、めっちゃ可愛いんだよこれ。ミニドレス、このデザインにしてフリーつけるとか、重たすぎない、全然イメージが見えたけど、見えたけど、どうですかね。後ろも長い、後ろは長いです。長いで広がる、はい、ミニもね、ミニで可愛いけど、長い方がウェディングドレス着てる、そうですね、ある、うん、なんか騎士感あるかも。ヘラヘラで見たことありそうな、はい、イメージがあるのかも、元々。逆にそれがいいかもしれないし、はい、知ってる感じもなるかもしれない。あ、なるほど。マリナちゃんっぽいみたいな。丈でこんな、そうイメージ変わるんだね、ドレスって。すごいですよね、バランス良さそう、なんかなんか全身のキラキラのねやつがね、先週入りました。お、新作。なんとこの方、はい、あれで袖の部分取れます。あ、取れる、長袖なんですけど取れるの、はい、取れます。ご用意あるんで。はい、今回ちょっと色はまだベージュなんですけど、はい、あの白バージョンもありますから、はい、ご用意ございますので。すごいテレビっぽい、はい、かわいい、かわいい、かわいい、お似合い、え、いい、これすごいキラキラでめっちゃいい。しかもこの色めっちゃ似合うね、アイボリー、なんかアイボリーですね、なんか柔らかくなる顔が、うん、一応こういう白も
あるみたいです、うん、これはでも白のもう代わりとして今は清掃としてもうメインとして、この長袖はですね、長袖今までの花嫁は長袖が定番だったらしくて流行ってたんですけど、はい、近年はオフショルのが流行ってる。そこまでか。社長にすぐ、はい、すごいす、ね、聞いてきたんで、なんで今ちょっと最先端をやろうとしてます、マリナちゃん。しかもこのキラキラはあんまりまだ入ってなかったから、これは可愛いよ。1ですよね、今までで。今まで一番キラキラ、一番もうギラついてますね、うん、みたいな、うん、これってこれをこの袖周りに入れるときで、はい、そのまま透けてるのか、それともなんか立てるみたいな感じで新旧かなんか中にあって、その上からこうやってちょっと透明感のあるドレスなので、うん、ちょっとこういう透けた感じ、うん、透けた感じで、なんかここの形もありますよね、いろいろね、うん、このこの形ってどういうのがあるんですか。これでいいですか。で取っていいですか。なんか透けてる方のがエロい、ちょっとちょっとセクシーになる、うん、なんかなぜかこっちの方がパチッと、まあ、プリンセスみがある、うん、でこれでまあ足したい、どの辺もなんか足したり、なんか王妃になりたいんですよ、王妃。どっちかって言ったらこっちのテンションなんだ、こういうなんかね、さらに上に石みたいなのとか、こっちよりというか、これもしかしてベースもっと白い方がいいの感じですかね。あ、こっち、こちら、どっちも似合う、どっちも似合う。うわ、むず、ちょっとむずいですね。可愛いと王妃を混ぜたような、王妃だけど王妃じゃない、ここが可愛いみたいな、なんていうの、王妃ってなんだろう。知らね。あ、これがすごい。この後ろのリボンどういうこと、毎回書いてみようと。これかけるのがすごいですよね、そもそも。うん、多分今こういう感じになっちゃう感じですよね。うん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 、これはこれぐらいはどうですか。はあ、このでもちょっとなんだこのドレスはって思われたりする。なんだこのドレスはっておかしいけど、特注みたいな。何これみたいな。これは結構アタックが入ってるから。これじゃない？多分これじゃないですか。ね、これに。で、肩も。できます。はい。速攻見つけました。ベースから言ってることが近かった。今のだと、ストンって柔らかい感じ。チュールの柔らかくて落ちる感じだけど、話を聞いてったら、タックが欲しいと、ここが広がってる制服みたいな、うん、プリーツっぽいさ感じの折り目が欲しいっぽいから、それか高校ぐらいもありなのかな、これもちょっとどうか、もしかしたら一回こんぐらいボリュームなのを見せてみて、でも白リボンなんで、そうですね、まやちゃんが言ってるのはこういう、さっき言ったのはこういうことなんですけど、さらにボリュームがあるのもがこっち、あ、これがもうこドレスの形、そう形なんですね。そうそうそう、これの上にこれを貼った方が早いって言ってることは、はい、上にこれする、あ、いいじゃんいいじゃん、それはいいやん、決まってきたね、いや本当に助かります、めちゃくちゃ、いや本当にいなかったら多分作れなかったんじゃないかってぐらい、ハテナがいっぱい、ハテナがいっぱい、なんとかちょっとできてきた。でも本当にいろいろベースが変わったんですけど、全然変わったね最初と。私が多分やりたいのって、まず生地がこれだったっていうこと自体も知らなかったもんね、今日知ったんで、うんうんうん、何回もだって結構5回ぐらい着てやっと、ね、でそこからベースをこのキラキラにして、うん、でさらにこの真ん中の部分はデコラティブな感じにして、はい、でサイドをペプラムな感じで作って、それをもし取り外しができたら取り外しにしたいよねっていうのを話してて、でここにもさらに刺繍を、はい、これのイメージ、はい、これのイメージ、ね、の刺繍があって、で両サイドはキラキラのリボンにして、さらに
石とか多分足せなら足して、でここの部分をドレスと取り外しでくっつけられるようにして形が崩れないようにして、この大きいリボンごと取り外しできるようにしたいって今なりました。そんな感じ、はい、いいでしょうか。いい感じです、はい、マリアちゃんの夢を全部詰めた、はい、本当にありがたいです、はい。映画のこれ、デザインを描いてからのこれ、すごっ、すごい。でもなんか前回のあのみんなでああだこうだやったのが これになってるのがマジですごい。ね、ね、これとあれなんですか。うん、あ、この生地、この生地がここに、あ、うん、生地、うんうん、どんぐらいかかってるんだろうね。全部手でしてますね、これ。これは結構重くて、今持ってかれると思う。この先、裾から1メーターぐらいして、1メーター半。前回の打ち合わせから1ヶ月半ぐらい。で、もう最終、ほぼ最終ですよね。携帯に仕上げていただいたみたいで、前回結構かなり時間かかったから、そこからどういう風に仕上がったのか、ちょっと僕にマリアちゃんがいるんで見てみたいと思います。じゃあ、オープン。かわいい、めっちゃかわいい。もう、はい、ちゃんと着てきました。プリンセスやん、はい、かわいい。いや、ボリュームもすごいですよね。すごっ、めちゃくちゃ可愛い。見て、ラメと前回出た刺繍と、うん、パールと石が、そうそうそう、あとここも、え、めっちゃ可愛い。そこ、ここも可愛い。なんかここはあの取り外しできるのかな、これでいいのかとかの、うん、あとこのリボンの感じもこれで大丈夫かとか。リボンがさ、すごい可愛いんだけど。うわ、でちゃんとここ止めててくれてるからさ、型が崩れないように、うん、うわ、すごい。ここ見て、この中をこうやってね、一個一個縫ってこうやって立体にしてこうやってんの。だからこれが生まれてる。で、多分これはこのまま重ねてんだ、上に。すごくない？どう？いや、めっちゃ可愛いです。見たことないですよね、本当にこんな感じは。豪華すぎない、うん、ちょっと豪華すぎ、ね、ちょっと豪華すぎましたね、確かに、うん、本当に嬉しい。夢が詰まってる。夢が詰まってます、ね、詰まってます夢が詰まってます、夢が詰まってます、詰まってます。天才です。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。あ、そうなんですよ、もうめちゃめちゃ買ったんですよ。え、これ自分で買った？これ自分で全部買ったんです。全部買ったんだって。なんか今日いっぱいあんなって思ったら。どこで買った？あ、もうこれ欲しいんで。ちょっと手見よ。親近感。一個ずつやってく？一個ずつ、そうですね。ちょっとこれも翼さんセンスで。写真撮ってこっか。ね。あれの、かなりかかと。うん。なし。はい、なし。はい、次。はい、なし。はい、なしです。ロード、はい、こちら、うん、まあ、ありでもちょっと微妙そうな感じですね、こっちの方が可愛い。すごい王女様だね、うん、意外とありあり、意外とあり、はい、はい、あー、王女様、顔、うん、さっきの方が似合ってるか、うん、でも、他に似合うね。他に似合うから、ありですかになっちゃう。当たり多いね、結構。そう、あり、選びに選び尽くしたの、うん、やっぱりね。なし。早っ。なし。なんかかわいい。全部似合うよ。うん、全部似合う。こんなのあり。似合わないよ、普通。でもかわいい。よし。選んだ。あ、じゃあ、あと5個のすごい。お、結構絞りましたね。うん、あ、それももう1個つけてみて。あ、もうこれ。これもかわいい。こう、いいかもしれない。この方が。でも、こちらの方が好きかもしれない。この大地味、うんうん、これにします。はい、これに決まりました。これに決まりました。証拠忘れないように、はい、当日間違いない。あ、ここから、うん、ここまで、うん、一応ね、うん、
わーって言うとどよめきとちょっと笑おきそうだけど派手みたいな、ね、うん、かわいい、かわいい。あ、来た来た来た。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃーん。え、姫。動画撮ってます。かわいい。佐藤でーす。ありがとうです。すごくない？え、作ったの。え、私たちが今作ってるの。すごーい。ゴージャス。まさか、めっちゃかわいい。ノアちゃんが月前に見ることなのか。そんなことある？すごくない？仕上がってるね、あぶれ出てる、うん、今日もいっぱい針刺してきました。針を出して針で、うん、このディティールが。そう、でもなんか今日ちょっとうちのドレスにちょっと対抗してますよ。いや、確かに。ちょっとなんかちょっと確かに。でも1です、はい、当たり前当たり前。キラキラ光ってたやつで一番輝いてる。信じらんない、ここがもう超可愛い。超可愛いよね。可愛い、可愛いです。最高。また最後仕上げだね。そうですね、うんうん、こんな感じ仕上げです、はい、次は、はい、いいね。女の夢、最高です。はい、というわけでいよいよまりなちゃんの結婚式の当日になりました。完成をしてるっていうのを見たことないから、そんな姿が本当に楽しみでございます。私も髪の毛が染まりました。めちゃくちゃ綺麗です。美しいよね、ラッキラで。でもさっき遠くから見てたんだけど、キラキラしてるから遠くからでみんな可愛いね。可愛いね。一番可愛い、本当に。うわー、嬉しい。これからさ、本番だけど、はい、どうですか。いや、緊張してる。緊張してる。撮影も緊張してさ、めっちゃ可愛かった。はい。まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。